カグラコウモリは、哺乳孔翼種目カグラコウモリかカグラコウモリ属に分類されるコウモリ。日本固有種と同調6.8から8.9センチメートル。尾長4から5.2センチメートル。前腕長6.5から7.2センチメートル。体重20から32グラム。体毛は、褐色系の個体が多いが、赤褐色の個体もいる。和名は、微波が、 カグラの面のように見えることが由来となっている。以前は、アシュ、HT アロンジェンシスやアシュ、HT ペンドルバイを含む説もあった。2012年に、形態や周波数、ミトコンドリア DNA のシトクロム B の分子系統解析から、それぞれを独立種とする説が提唱された。常緑紅葉樹林に生息する。昼間は洞窟を隠れ家として利用する。 千頭を超える大規模な群れを形成する場所もある。西表島の大府地区では1万5千頭以上の大規模な集団が生息する。昆虫を食べるが、主にカブトムシを食べる。森林内で採食を行うことを好み、草原や農耕地などの開けた環境は移動経路としても好まない傾向がある。 ネグラの近くに適した採食場所がないときは、集団で列をなして 5km 以上離れた場所まで移動してから分散して採食することもある。繁殖様式は耐性。6月に1回に1頭を産む。幼獣は35日ほどで飛翔できるようになる。洞窟の天井に1頭ずつの縄張りを作り、体を接触させずに一定の間隔を保って止まる。植生は昆虫食で、 大型のが、セミ、甲虫などを捕食する。繁殖が可能になるのは、多くの個体が3歳である。保育期間は、他のコウモリより2倍ほど長く2ヶ月まである。秋に脂肪を蓄積し、冬は冬眠する。この際も1頭ずつ間隔をあけて止まる。ハテルマ島では、イシャリ、イリオモテ島では、キシャラという方言名がある。生息数の推移に関するデータはないものの、 各地開発や土地開発、観光開発によるネグラとなる洞窟の破壊や、道内の環境の変化、洞窟周辺の森林の減少、道内のエコツアーによる拡乱などの影響が懸念されている。2017年の時点で沖縄県レッドリストでは絶滅危惧 i b 類と判定されている。ありがとうございます。